今はスターツアーズに来ています。めっちゃ楽しみ。はい、ということで今日はお姉ちゃんとディズニーランドに来てます。もうインパして結構すぐぐらいにスターツアーズ乗ってきて、で今ちょっと休憩中です。次にもうベイマックスのアトラクションのパス取ってるからそれに乗って、その後はスペースマウンテン行ってみたいな。今日めっちゃ計画的だよね。珍しく計画的に動いてますその後は、まあ、パスが取れるだけ、まあ、行こうかなみたいな感じに思ってる。え、見て、2人とも今日髪お揃いなの。でもね、これね、何も打ち合わせしないんだよね。何も打ち合わせしてないのに髪型一緒なの嫌がらないでよ今日はこんな2人、謎の双子コーデ的な感じでお送りします。初ハッピーライドです。あ、ベイマックスがいる。私はベイマックスのハッピーライドすっごい好きだから、ね、もう絶対来たら乗ります。はいこれはいろいろ振り回されるやつですよ。超楽しいよ。ぶん回されます。結構ぶん回されてるけど大丈夫？大丈夫大丈夫。そこまでではないよ。ご飯食べに来ました。はい、お姉ちゃんはピザを食べて、なんか私はサンドみたいなやつを買いました。食べます。なんか最初テラスに席取ってたんだけど、私のお姉ちゃんハトめっちゃ嫌いなの。が来るとビビるので屋内にいい席見つけたから移動してきました。なんだっけ、スナックサンドみたいな。カルツォーネ。カルツォーネだって。あれ、バラいいよ。大好きなのにちょっとなんかもうすごすぎて若干泣いてたすごい楽しかったです。スペースマウンテンに乗ってきたよ。お姉ちゃんはビビってましたはい、
今ホンテッドマンションの、ま、待ちしてます。なんかこれまでずっとなんだっけスタンバイパス、あ違う、プライオリティパスとかでなんか乗ってほとんど列なしで乗ってきたので初の列並びです。ディズニーっぽいことを初めてやってます。すごい楽しみ。あの風車小屋かわいい。アメリカ側を巡る船旅にご案内いたします。旅は開拓してください。かの有名な作家マーク・トウェインからビール飲んでる。うまい。これはなんかカシスのハロウィンの飲み物です。めっちゃ美味しい。ノンアルなんだよね。私見た目に反してお酒激弱なんで飲めないのでノンアルを飲んでます。これがポテトとチュロスとあとチキンです。やばいよね。あのプレミアアクセス買ったんですけどもうめちゃくちゃ早い。スイスイやばいです。これはお金払う価値あるなって思う。本当にすごいです。もうスイ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 もうついちゃうね。じゃあ楽しんできます。スプラッシュです。大好きなのでチャイナボイジャーにご飯食べに来ました。いっぱい食べます。ファイタン食べていい？もちろん。すごいラーメンのスープが普通じゃない。その上にマーボー豆腐が乗っかってるのね。うん、うん、エビあげる。私も角煮あげる。ありがとう。ミニラーメンシェア。見て。お姉ちゃんがミニラーメン作ってくれた。違うもん食べてるから。ね、いただきます。おいじゃでした。めっちゃ美味しかったです。あったまった。顔が赤くなりました。ジャングルクルーズ乗りに来た。アトラクションめっちゃ乗ってるよ ね。ジャングルクルーズ乗った後まだビッグサンダーマウンテン乗るんでしかもさっきスプラッシュマウンテン乗ってきたところなんで、はい。スプラッシュマウンテン2回乗ってるしね。じゃあ楽しみです。てことでディズニー全日程終了。楽しみました。もう最後の最後にビッグサンダーマウンテンに乗ってる時にちょうど花火の時間でビッグサンダーマウンテンに乗りながら花火を楽しみましたね。めっちゃ綺麗だったよね。本当に綺麗でした。こんな感じでもう1日かなり動いて充実して
体バキバキ、25歳なので帰ります。もうお土産は買っておいたので、もうこのまま直帰します。ディズニー楽しかった。またね。